こんばんは、こうそば、こんばんは。り、遅れてすいません。で、ありがとう、来たよ。待っておりました。3分遅刻。すいません。いつものお部屋、こんばんは、こんばんは、こんばんは。さあ、皆様、あれ見た？あれ見た？あれ見た？遅い。なんとか来れた、やった。ただいまです。命の歌っていうのがあったんですけど、福田です。 命の歌っていう番組、 NHK さんの番組があって、そう、ただいま。まだ全国放送はまだなんですけど、今日どこだっけ、中四国の人は今日見れたみたい。 関東はまだ。初めての握手会、ありがとう、やっと。でね、全国放送は8月18日の午前0時10分です。あかりちゃんです。まあ、17日の夜中だね。要するに、17日の夜中。乗り換えました。乗り換えたの、福田から平子に。嘘。マジか。ショック。ショックだな。まだ好きになってもらえるように頑張ろう。早くも千葉にいる。早い。そう、真夜中。これかわいいでしょ、T シャツ。買ってもらったの、ママに。そう、福田はもう寝る瞬間の時間だ。全国放送の日書こうと。かわいいでしょ、パンダ。ちょっと見てほしいとこがあって、これ今シャツインしてるんだけど、よ、ここが気に入ってて、パンダがいっぱいいて、ここ浮いてるの、プカプカ。これがかわいい。 ね、かわいいでしょ。事故るなよ。そう、後ろはどんな柄かな、なんか書いてる。 グラニフじゃない、これラフ。あ、書いてる、見て、パンダ。ほう。 動物が増えたの。お腹出てない、お腹は出てないっていう、バシッと言える自信がある。待って、書くね。8月17日に何があるか 気になるでしょうから。うん、シャツインする。かわいい。原太鼓はアウト。ごめんなさい。ポンポコポンのポンポンポンポコポンのポンポン。圧縮されない。何匹いるか数えよう。1、2。じゃ、これはね、このバルーンは数える？数えるか。1、2。3、4、5、6。1、8、9、10、11、12、13、14、15、16。そう、16。今日はパンダつけて。17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、33、33、35、36、37、38、39。こっちは何匹？40、41、42、43匹です。43匹のパンダ。チーム福田、チーム福田パ、福田パンダ43です。え、左肩の上に、あ、これ43、44、45。
福田45でした。福田45。インクがない。え？そう、45の素敵なパンダ。もう油性ペンでここにパンダあと3匹書いて48にしようかな。どう思います？書きたそう。福田45のセンター、この気球持ってるこいつ、ほっ、油性あかん、そうだあかん、あかん。8月18日金0時10分、ハートありがとう。はい、はあ、握手会ありがとう。はい、命の歌っていう NHK さんの番組が全国放送8月18日金曜日の0時10分、つまり17日木曜日の夜中にあるので、よかったら見てください。福田 STU48 歌唱しておりますんで、チェックしてね、チェックしてください、お願いします。出遅れた、全然大丈夫。この部屋久々やな、確かにね。ここに置いとこう。録画するの、あ、あと見て、亀が増えた。そう、予約済み、さすが。そうだね、当日。冗談言うなよ、マイケル・ジョーダンってやつだ。見ました。偶然の11度、安心チェック、安全チェック。そう、持ってきた、実家から。これもう1サイズ大きいやつがいるんだけど、その子は、それはニャンタに貸してる今。これ泣かない。そう、おかえり。ブルーレイで保存版にするだって。オッケー。カメマニアはここのショールームの星の上にいる。さあ、そう、猫の毛がすごいよこれ。もうすでに、ほら見える？おにゃんたの毛見えんかな。奈良さん、小豆島、え、待って、私小豆島さ、台風の日に行こうとしてて、でフェリー止まってたかなんかで、てかまず天候的に行けなかったんだけど、その日奈々さん小豆島行ってたの？ちょうど小豆島行きたいと思ってました。誰か小豆島一緒に行きませんか？福田は小豆島欠乏症です今、行きたい。そう、にゃんた、にゃんたげ、にゃんたげです。遺品とか言わないね。にゃんた様の匂いがする。そう、あ、あとね、え、今小豆島なん？ええね、小豆島行こう。え、連れて行きたい、ほんと。小豆島あれだよ、ごめんねさま、まぶしいその横顔を見てたらっていう MV の撮影。見てこれ、最近買ったの、300円。小豆島、厚木島って書いて小豆島だよ。ニモみたいなやつ、ネックレス、かわいいでしょこれ。300円だから買った、つけていくね。ん、幕張メッセに来て、行く幕張メッセだよね今週ね。え、こんばんは。小豆島一回行ってみたいね。小豆島行くツアーないかな、メンバーと行く。そう、300均なんでわかるの、すごいね、楽しみだな、楽しみだな。ちょっと待って、コンタクトがね、今ね、目の上に行ってる、ちょっと。治った、コンタクトが目の上に行ってた。鏡見てきました。右目も左目もすげえよかった。お下げかわいい、ありがとう。
え、めっちゃ目の向いてて今一瞬ね、見えなかったか前が。そう、ソフトでもハードでも、そうソフト。福田あかりちゃんがつないでた、ありがとう、つないでくれて福田ちゃん。猫島行きたいんやけど、猫島猫島行きたい、危ない、小豆島連れてって。ランララ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 、福ちゃん見ない間に髪伸びたね家族か家族や、でも確かに久々ね。目の裏入ったこと、どうなるんだろう、分からん、どうなるやろうね。明日のラッキーうどんは、んー何、に肉うどん。なぜなら今日私が肉うどん食べたからそう、高松駅の一番近いうどん屋さん。お疲れ様、おはよう。猫島四国あるよ、福ちゃん見ない間に背伸びたね、だから家族かって久々に会った親戚かって久々に会う親戚よりいっぱい会うだろうけどね。うどん食べよう、うどん初握手楽しみにしてる、行った？今日はガウチョでしたね、オリーブ畑有名だね小豆島。そう、二十四の瞳の学校行きたい、行ったことあるよ、見に本も読んだね。目がかゆいのはね、もう分からん、治ったかどうか。綺麗になったね、みんな見ない間にいろいろ言うね、昨日ぶりに見たけど可愛いやって。私も醤油も有名だね、有名。ガウチョね、楽だから履いちゃうの。そう、学校楽しい、家族か家族だけど、家族より皆さんに方がいっぱい会うけど、間違いないけど、それは今、前はあんなちっちゃかったね、そうそう、あんなに前はちっちゃくてねって、身長はもう伸びてないよ毎日ショールーム見てる、ありがとう。なんかお母さんとかも私のショールーム見るから、あっちは別に会っても久々感そんなにないみたいなんだけど、毎日会ってるみたいなもんだからね、もうこっちからしたらお母さんだから超久々なんですよ。だからもうお母さんもショールーム配信したらいいのになとか思いながら、そう、そしたら毎日会えるオムライスとか作れない、今日投稿日なの、そうなの、うーん、そう、48分開始とは意識高いな、そうそう、それそれね、そう、親がたまにショールーム見てんのね。ね、たぬきたぬき、おかんテレビ電話でよくない、確かに一理ある一理あるね。おにぎりあげた、え、なんて今から、今日から今治、今治タオルいいよね、アイドルになってる。ママはさすがにコメントしてない寝ますね、おやすみなさい福田ママの配信多分こんな感じだって、これもうママが買ってくれたやつだし、このガウチママのズボンだし。そう、ゆいちゃんから来ました、ありがとうございます。話うまいよって、そんなことないよ、そんなことないよ、コメントの勢い、イエーイ、もっともっと上げてけですね、ありがとうございます皆さん、本当にありがとう。お、明日は熊崎さんと木本さんの誕生日、イエーイ。私 TI 東京アイドルフェスで東京アイドルフェスで、あの12秒踊ったんですよ、 HKT さんの木本香音さんの立ち位置でした。めっちゃ個人的に嬉しかった、イエーイ、嬉しい。えそんなことあるよ、そう、今日は絶好調なの、これから運転頑張って、運転免許よ、免許欲しい、私もタイプ D 予約した、ありがとうございます。タイプ D、 タイプ D そう、ヤッホーヤッホー、覚えてる覚えてる、頑張るのね、ほんと今日めっちゃツッコむじゃん、そう今日ツッコむ、今日一人乗りツッコミ記念日です。のんちゃんかわいいよねえ、ありがとう、あかりです。じゃあ実家の猫福ちゃんより上だね、そうだよそうだよ、うんにゃんと元気だった昨日、嘘、8月18日福田に200枚、嘘、待ってます、全力待機、もう製造待機です、製造待機見えないみたいなおお、今日また出した、ありがとう、嬉しい嬉しい、あのね、あのファンレターが届くと福田はめっちゃ嬉しいです。はい、あ、そう、ショールーム選抜の曲チームメイトさん披露したんだって、プライベート様プライベート様知ってる、プライベート様、
で、タイプ D 予約しましたって本当にありがとう。タイプ D 予約お願いしますっていうか、私はもう買うけど。命の歌見ました。そう、命の歌。ということは中四国でみんなな。何話したいですか。え、何？ゆいなんちゃんだよって言って。知ってる？もっとボケる時間ちょうだい。いいよいいよ。何何ボケていいよ。拾う拾う。おい福田どうした？え、めっちゃ嬉しいよ。現場で聞きました。いいな。アカペラで歌っていいの？お手紙ありがとう。お、トロちゃんが飛んできたぜ。イエーイ、ありがとう。予約したプライベートサマーって知ってる？そう、日本直訳すると私的な夏。私的な夏。ほくろの色変わった？変わってないですよ。私的な夏ですよ。プライベートサマー覚えた？ショールーム選抜の曲。そう、今日でフックさんの推しだった話。イエーイ、ありがとうございます。予約した？やえばかわいい。やえばなんです。そう、チキンナンバー弁当まだ？わからん。待って、チキンナンバー弁当まだ？え、通ってないって。ごめん、今から作る。あ、ポートメッセ名古屋。そうなんだ。タイプリエクスありがとう。ボタン。夏ください。いいよ、一緒に夏過ごそう。服だと、え、誰かいないよ。誰もいないよ。風の向きは変わってしまう、あの空の雲だってね。うん、今ほくろ押したらどうなる？にゃーっていう。壁ドンされちゃうよ。壁ドンされちゃうね。抱きながら寝てるママのズボンはこれ、これ、これが福田が記憶にある、あの幼稚園とかの時から毎日一緒に寝てるママのズボン。カミングホームって書いてる。もうタグも消えちゃってる。そう、これをこうやってこうやってギューってして寝てます。横の、あのうつ伏せで窒息しながら。はい、瀬戸内の声式ありがとうございます。お、アマゾンで予約したね。アマゾン遠いとこまでありがとうございます。え、公開しちゃいます。うん、公開しちゃう。全然ね。え、8月30日まで PV 見れるのかね。どうなの。 PV 見たいんやけど。私もたまに女性だと。ありがとう。いい匂いするの？いや、洗剤の匂いかな。たまに洗ってるから普通に現実味ね。香川、香川じゃない、今日はもう。そう、もう多分そろそろ他の今実家帰ってるメンバーもそろそろ いつもの背景になるんじゃない。わかんないけど、明日ぐらいには。ショールーム選抜で集まりたいですね、めっちゃ。布団干さないと。最近洗って干したから大丈夫ねえ。お、会いに来て、神戸のお試し握手会。洗う洗う。ネイルはしてないね。ネイルはしてない。そう、予約したよ。ありがとうございます。やる気スイッチはどこにある？前髪切れ？本当？やった、嬉しい。ね、命の歌見る。ありがとうございます。福田あかりや、多分釣ってる。ありがとうございます。さっき石田みなみちゃんと命の歌見たよ。一緒にいたから。そう、最初の方だけだけど。どう撮ってる？でも、同窓会だって。ショールーム選抜 CD 買いまくり。間違いない、間違いない。そう、握手、もう下間写真全部集めようかな、通常版の。眉毛綺麗、ありがとうございます。香川宮城、あ、そうそう、後輩に、香川で後輩に会って、どこだ、お土産もらったんだよね。そう、見て、ミルキーの中四国限定バージョン。今日コンディションは、今日も悪いね。今日目が腫れてんのよ、こすりまくってたから。そう、中四国限定で、中トベッチ、いくちゃん、すだちくん、ももっち、オリーブ、しまちゃん。見れんかった？お、神吉誰？神吉誰？トリピー。これは？待って、この山口の子の名前わかんない。開けます。ちょうど隠れてるラベルで。チョルル、坂本龍馬。これフルネーム本名じゃん。つわみん、
です。そう、柑橘ミックス福田先輩にっていうか、なんかあー、タカリン先輩みたいなあげますみたいな。そうそう、トリッピーなら知ってるけど、トリッピーってあれでしょ、なんだっけ、しまじろうのやつだ。何時まで、11時ぐらいかな、11時ぐらいまで配信します。そう、ダークミキャンね、葵ちゃんが持ってる、葵ちゃんが持って好き。これどんな味やろ、柑橘ミックスって、かわいいチョルルかわいいよね。ねえ、坂下さん好きよミキャンは入ってないこれ。いや、これは中四国の人物やつかな。鳥取、山口、高知、津波ってどこ、広島、徳島、岡山、香川、島根、なになに、わかんない、書いてない。戸部市、戸部町ってどこ、戸部町どこ、戸部町何県。この髪型好き、じゃあ握手会でしよう。そう福ちゃんスキッピーありがとう、食レポよろしく、オッケー。愛媛だって。オッケー、ありがとう、ごめんね、愛媛に詳しくなかった。戸部町愛媛だって、大愛媛、四国、中四国だ。オッケー、ありがとう。おー、中井梨花さん推しなんですね。中井梨花さんめっちゃ可愛いですよね。ショールーム選抜時、写真、私自撮りが下手で、ううって言ったら、あの自撮りやってくれた、一緒に帰って優しかった。このミルキーは何色やろ、オレンジ、バナナクリップ、バナナクリップは今日してた、そう、新幹線で中で。いただきま、自撮りじゃない、三つ揚げ持ち上げて、みかんだね、なんかみかんっていうか、あのでっかい系のみかん、わかる、ポンカンみたいな、タンカンに練乳かけたみたいな感じかな。ミルキーなタンカン、美味しいです。これあの高松駅のセブンイレブン、お土産屋さんと隣接してるセブンイレブンに売ってたんで、よかったら、あ、発作、こんな感じ、ポンジュース美味しいよね、美味しい、ポンカン、愛媛っていうか、このすだちとオリーブと何、わかんない、そういうのがミックスなんかね、まあまあそういうノリでしょ多分、わかんない、美味しいですね、ミルキーさん卒業して1年とツイートしてたね。そうなんだ、ローソンも宣伝しないと。そう、ローソンさんの行った、中四国の方見てました、ポスター STU の、買ってください買ってくださいとか言って、あのレセドーチレモン系のお菓子とかいろいろやってますんで、広島でも売っとると思うけどね、たこ焼き味が美味しそう。元気よ、めっちゃ元気ね。ミルキーあるあるなんだけどさ、ミルキーこの顔が綺麗に切れなくて、こういうのはダメね、切れてるから、こういう切れないんで綺麗になってるのが10個あったらラッキーな紙みたいな、そういうのやってなかった、 1,2,3,4,5,6,7,8、 あーこれ8枚しかない、やっとったよね、嘘、なんか10枚あったらなんかラッキーみたいなやってた。ハルピョンさんが7号5で福岡ちゃん名前出してる、ちょっと待ってお兄さん、7号5見てきますね後で。あるある、ほらミルキー公式言うと、イオカン温州みかんすだちらしい、あ、そうなんだ、美味しいね、カボス食べたい、カボスなかった、香川のローソン行ったけど、嘘、あ、でも私も実家帰った時に近所のローソンはなかったね。ネタが古い、そう、古いかな、ラッスンって最近やない、
ねえ、福田探そう、福田探そう。ねえ、それ好き。ラッスンゴレライめっちゃ好き。私リズムネタ好きなんですよ。脳内小学生だから、そうリズムネタ好きなの。小学生の時に流行ったじゃん、なんか1,2,3 みたいな、あれ、ああいうのが好きなの。そう、小学生の時と好みが変わってないのかも、ネタの。嘘。そう、福田のネタでは最近でしょ。そう、あ、なんかあと小学生の時に流行ったのはラララライラララライ、あとあれチッチキチ四つ葉タクシーに乗った、幸せタクシー、イエーイ。今日ね、京都に行ったら、私もよく京都行きますけどね、四つ葉のタクシー、四つ葉のタクシーってみんな言うから何と思ったら、あの京都のタクシーのここの頭の上じゃないけど車の上のやつ四つ葉だといいらしいですね。ねえ、ゲッツゲッツ、ひろしです、ひろしは、ひろしですは小学生の時流行ってまた再熱ですね。ね、キタキュー、キタキューだから。聞いたことないネタある、ちょっと待って、世代が、世代がバレちゃう、世代がバレちゃう。ね、ちっちぐち流行ったよ。声でかい。ね、声でかいね。ママはまだ帰ってきてないの。って、これだけ聞いたらちょっと、なんか辛いけど、もう普通に。ダンソン。フィーザキュー。フィーザキンチャンチャコンさん。なんでだろう、なんでだろう、なな、なんでだろう、記念品とかもらえるの。そうなん、ねづちです。何やと言えてないんだって。はるぴょんさんと話した、そうなのね。え、狩野英孝はラーメンつけめ僕イケメンふうでしょ。狩野英孝さんね、面白いですよね。古くないよ、めっちゃもう時代を駆け巡ってるよ。旋風だよ、旋風、旋風。猫と遊べた。テンション高いかな今日。なんでやろう、あ、なんでだろう、あ、もう明後日握手会やけん、やって明後日握手会やけん、こんな楽しみでからテンション高いんよ、絶対。そうや、安全漫才、みやぞんさん好きなねえ、絶好調。うん、レザラもアルジーさんのあるあるの歌、あるある言いたい、最後まで言わないやつね、最後に言うやつか。そう、酔っ払ってないよ。うん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 、じゃじゃん、あるあるだって。あばれる君とかね、あばれる君さん、アバレルくんさん、アバレルさん、なんて言えばいいの、わかんない。ドリルせんのか、さっきからめっちゃドリル押してくるやん、好きなドリルのやつ。焼酎飲んでないってなんでやねん。ちっちゃいことも気にすんな、それ。わかちくん、わかちくん、え、キャラパレのネタ好きだったの、そうなのね。いや、ちょっとお牛かさん混ざってる、何があってもへこたれない。ねえ、阿波踊り行かないの、阿波踊りのメンバーって発表されたですか、教えて、それだけ、それだけ教えてね。言わせねえよと言うやつ好きだわ。なんだっけ、我が家、我が家さんね。サンドイッチマン、サンドイッチマンさん、私見てたような、敗者復活戦からの奇跡の快進撃の時ね、面白いよね。え、出た、されたね。ね、アワードリーのメンバーに私入ってなかったですよ。そう、もう 毎年アワードリー行って見てて、親なんか毎年出てたのに、そう、ショック。毎来年は呼んでもらえるように頑張って生きていこう、アワを宣伝していこう。とか言って、え、フルポンさん好きだって、私ピラメキの世代だもん。陣内さんわかる、好き、あのもう飛行機ネタがめっちゃ好きよ。めっちゃおもろい、陣内さん。あと、あの昔の交換日記のネタ、あれおもろいな。陣内智則さん、暇さえればずっと見てる。そう、ピラメキのアンジェスさん好きなの。なあ、ガリベンズ矢野さん、え、ガリベンズ矢野さんって顔じゃないや、そうなん、そう。トップリードさん好き、いいね、いいね、ね。え、ドブロックさん坂なんだ、へえ。え、飛行機見たことない、飛んでる飛んでる、なんかヒューンとか言ってね。エントの神様ね、よかったよね、ね。
うん、オードリー好きだよ。オードリーさん流行る、流行ってるし、ずっと今もやってる、ズグダンズブンブン、ズグダンズブンブンやってたゲーム、ズグダンズブンブンゲームね。カウカウさん、カウカウさん、はい、どうも伊勢丹中指袋ですってやつでしょねえ、あ、笑い飯さんが好きなの、ハンヤさん、またピラメキーの来たよ。福ちゃんのことヤホーでしゃいました。どこ、ナイツさんがいる、ナイツさんがいる、ちょっと待って、ナイツさんがいるから。当たり前、いっそ友達が、タナオさん好きよ。お笑い大好き、あらら探検隊、あらら検隊、ジョイマン、ナナ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 ズボン。そう、私の高校の時の、高校1年生の時の担任の先生がめっちゃジョイマンさんに似てた。有能だって。悲しい時いつもここからね。アンガールズさん好きなの、芝刈り機。ケツ。ムーディー勝山さんがいる。そう、ここ、まだ助かる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 。草刈り機か、草刈り機か。今日どうした、本当にね、今日どうしただよ。ゴージャス知ってますよ、もちろん知ってますよ。長野ゴッホより普通に脱線が好き。やばいやばい今日。え、似てるって言われるの、嘘。いいね。絞れそう。え、似てない、似てない。似てないって、似てないって、つらい。見て、お手紙おったの、ミルキーのやつで。誰か読む。プラチナの人聞こえますか。あなたもグー、私もグー、グーグーグー。そう、ハイテンション変でしょ。そう、夜景テンション高いね。そう、ナチュラルハイってやつだ。わわ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 ね、楽しいね。ふう、今日は11時までの配信となっております。え、ユミニとの配信の時にこのテンション、なんかそんな、ユミニなんかコラボ配信の時にこんな風に喋ると、コラボしてる相手のファンの方が嫌じゃん、うるさいから。私のコートを見てくださる人はさ、まあまあまあ、福田あかりは今日は変だなって思うかもしれないけど、そういうことではなく、わかんないけどね。なーてかった、パーなこった。え、寂しいのかな、マジマジマジ。え、今日雨で仕事が休みだったんです。あ、今日は雨で仕事が休みになったんですよ。なーにー、やっちまったな。チャーシュー金木さん世代だわ、超世代だわ。そう、猫かぶってる、その猫かぶり赤いなの。そう、猫かぶり、にゃんにゃん、猫かぶってるから緊張してんだよね、基本的に。あの、自分のフィールドじゃないから。フィールドとか言ってかっこいい。なんか足りないだって。え、ホームシックになったの、早い早い早い。どう、え、福ちゃん好きになった、ありがとう。ね、ゆみりんかわいいもんね。え、なんかね、石田みなみちゃんの時はもうめっちゃこんな感じかもしんない。もう面白いから、そう、面白い。え、あさりうどん食べた、いいな、受け流す。だからムディ勝山さ、さっきから超発生してるじゃんねえ。やまねお、かまかけさん、くま、ありがとうございます。くまくまくまベア、ありがとう。, 笑わない、笑って、楽しい、私も楽しい。覚醒暴走どうだろうね、わかんないよ。かわいいですね、嘘、かわいい、ありがとう。あんまりかわいいって言わないから嬉しいの。メアメアメア、広島握手会行くまで勝負見る。え、でも今でも全然間に合う、間に合う、また握手しようやね、お願いします。福田は待ってます、あなたのこと本当に待ってる。癖が強い。この前千鳥さんの共演させていただきました。福ちゃん夏休み、わかんない、聞いてみるね、同級生に。今夏休みですかねって。後ろ猫だよ、猫。うん、嘘、福ちゃんがいいって言ってた、嘘、ありがとうございます。毎日可愛いって言ってるや、ちょっと待って、もう何だ、何だ、
え、エアクシュ、うわありがとう。魔法少女まどかマギカさん、なんだっけ、君なんだっけ、なんだっけ、あのなんか白い猫みたいなね、そのやつでしょ、ホムラ、ホムラさんっていうとか、わかんないけどなんか知ってるキャラクターの名前ねね、待てない、だってこの福田が好き、ありがとう、痩せた、ちょっと待って、痩せたって言った、今言ったよね、言ったよね、ありがとうございます、嬉しいですね。船の劇場いつできるの、わかんないね、私も聞きたい本当ね、あ、そうそう、電子チケットいいよね、画期的でね、転売対策かなね、福田こんな、あ、それそれ、僕と契約して魔法少女になってよ、それキューベ、そう、それ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 、え、もう喜ぶ喜ぶ、初見です、ありがとう福田です。劇場公演いいよね、私も好き、あ、コーヒー豆引いたレポート見たよ、ありがとうございます、嬉しい、ウレピオです、よりめスイッチイエーイ、うんうんか暇を持て余した神々の遊び汗握手、汗握手、そう、嘘ありに消化した、さすがでござるねえ、チケットレスなんだ、うーん、オッケー、ありがとう、にゃん、え、電子チケット多いよね最近、あれさ、スマチケ、スマチケ E プラスのやつでしょね、あれ便利だよね。でもさ、私あんまりライブとかこう、なんかライブハウスとかにあんまり携帯持って行きたくないんですよね、あのわーってやってて落ちたら嫌だから、だからスマチケの時はちょっと困るかな、どうしようってなっちゃう、だからチャックチャック付きのズボンとか履いていくのそう、めっちゃダサい、私履くよねねえ、チケットよくわかんないね、そう、紙チケットが好きなのよね、顔文字総選挙やろう、そうだね、女子力の日とか、え、あかりん違い、あかりんさん違い、それね、ためになったね、ためになったよ、福田のショールームを何、秋元さんが見に来てくださったの、え、でも一回、あ、オーディション以外だったら一回だけあるかな、あると思う、あ、ネクストラップつければいい、なるほどね、で T シャツの中に入れとけばいいんか、ほうほうほう、そうそう、手帳に貼っとけるよね、チケットね、白木あんたさんの子だって、背中のジーンパン、そう、綺麗になるよね、紙付けね、わかる、紙付けって紙のチケットでね、紙席取ったら紙付けとか、なんかそういうことじゃなくて紙のチケットってことだよ、え、福ちゃん勧めてる、ありがとう、福田です、福田あかり18歳、3月29日生まれです、ありがとうございます、佐藤翔一さんと喋った、イエーイ、ありがとうございます、風邪ひいた大丈夫ね、風邪つらいよね本当に、鼻、あなたの風邪はどこから、私は鼻からかな、声からかな、うーん、握手会どこでユーフォーム着るの、え、ガイナーズ着ようかな、じゃあタッパーじゃないって、浴衣買おう、買いたい、あー楽しい、ありがとうございます、青鬼くんどこ、あ、青鬼くんどこ、青鬼くん多分ね、このこの辺のモリモリの中にいるの、ごめんねねえ、舞台見に行った、いいな、え、コメント読んで使えない、ごめん、全然全部読めてないもんね、本当はもっと読みたいんだけど、年3回めっちゃ入るじゃん、いいな、いいな、いいな、ねえ、いいな、流れるの早くなったね、流れるの早くなったね、そう、皆さん瀬戸内に流れてって、そういう流れるじゃないか、うんうん、ね、新制服かわいい、カラオケ大好きで、カラオケね、あのね、朝から9時から行って、で12時まで歌って、それでまた夜行ったりするのお昼はちょっとブラブラして、そう、カラオケ大好きなんです、もう誰かと一緒に行きたい、一緒に行こうね、そう、数打ち当たるってやつ、じゃんけんしよう、じゃんけん、はーしょーぐ、じゃんけん、はい、岡山イオン行った、嘘、どうだった、うん、トレーニングエンジェルいいな、公園、第3問、この服にパンダは何匹いる、そう、45匹、ちっきしょー
ね、負けた。あら、カラオケ配信、そう、今度こっそり見てよ、こっそりチラッと見てね、チラッとね、いいよ、行こう行こう。筋肉を触らせてよってやつ、 TT、 こう、こう合ってる、 TT、 なんか流行ってるやつだよね。ただいま、欲しい、欲しい、シャオネムの欲しい。にゃにゃにゃん、48、46グループ以外何歌うの。え、なんだろう、電波組さんとか。うんうんうん、溜まってきた、欲しい、フォローしました、ありがとう。おー、そうだ、ニーナちゃんと、ありがとう、待ってます。福田の握手券並べてニヤニヤしてるな、いい時間だ。人手に見えてた、だってそう、絶好調。なんか福田ってこんな感じだったよね、しばらく前まで。ハロプロさん大好き、ベリーズさんが好き、ベリーズさんがね、歌いたいけど歌えない、踊りたいけど踊れない、そう。でっかちゃん、でっかちゃん、でっかちゃんです、僕みたいにっていうね感じ。え、しれっとっていうか別に普通に言ってる。自宅帰ってきたの、そう、自宅っていうか、まあまあ、まだ自宅感、まだ自宅感はないんだけど、うん、帰って、うん、そうだね、まあ、ある意味帰ってきた。フォローした、ありがとう。そう、こんな感じ。ショールーム選抜の歌大好き、早く MV 公開されんかね。ねえ、お、福田の件届いた、ありがとう。パジャマ配信したい。でもパジャマもね、こんな感じなんだよね、 T シャツに短パンみたいな。顔のツヤがいい、ありがとうございます。ね、あ、 TIF 行ったんだ、これは、これはチコなんだ。かわいいよね、ね、プライベート様ね、かわいいよね、あの、なんだ、アクシデント中。お、深夜さん、クマありがとうございます、ベア。あ、妹から、高校生になって初めてポコポコ新しいとこクリアできた、イエーイ、ちょっとやーって来てる。私も一昨日3ヶ月ぶりぐらいに新しい LINE ポコポコのステージクリアした、やっとね、すごい大ニュースみたいに LINE してくるから、なんかと思ったら LINE ポコポコのクリアかい、似た者同士だな。ね、プライベート様、ショールーム選抜の方全員と写真撮ったと思ったらね、家に帰って写真整理してたら STA の佐野遥ちゃんだけね、ね、写真撮ってなかったの。枝豆食べていいよね、いいな、枝豆ね、ね、似てる妹と。そう、 LINE ポコポコやってるの、 LINE ポコポコしかやってない、 LINE ポコポコ楽しい。今来ました、ありがとう、今日11時までです。そう、姉妹だからかな、顔も似とるっちゃね。そう、よい子さんと会ったね。うん、じゅんたろうじゅんぽうさん、くまありがとうございます。くま、まあでもあれだな、ベア、あのハルルンとは普段から結構写真撮るからね。つむつむね、ね、そう、いつでも撮れるという油断がね、出ちゃった。油断しちゃダメだよ、人間やっぱ学んだね、ショールームで。姉妹漫才しない、姉妹漫才、クマラッシュ来てる、ありがとうございます。クマ、あ、見て、ちゃんとこれ鉄な公園見たことあるで。うん、でもね、11時までとか言って、今日ねめっちゃ楽しいから、めっちゃ長引くかも、長引いたらごめんなさい。これ持って帰ってきたよ、これライトなの、いいでしょ、ゆうこさんの、ゆうこさんの卒業講座の時のペンライト取ったぞね、発売後はね写真公開できるからしたいとなって思ってます。そう、昨日のやつ、そう、気に入ったから、気に入ったから持ってきたの。なんか、もう私昨日の配信でね、なんかこんな写真、こんなペンライト1600円ぐらいの買いましたけど、中2か中3の時に。なんか本当にこれでも賞味サイレームってかペンライトだし、これ使う機会ってなくないですかとかグチ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 言いながら開けたので、ライトつけたらめっちゃ綺麗でめっちゃ可愛くて、え、待って、これめっちゃいいじゃんって言って、手のひら返してね、大絶賛するっていう。これいいですよ、そう、いつ使うかは分からんけど、とりあえずめっちゃ綺麗、ほら光るの。そう、こんなんって言ったのに、やっつ光らしてみると結構良くて、これなんか劇場とかでもなんか目立つなって思った。これ、あの、ペンライ、みんなペンライトの中に
これだったら、あ、なんかアイス持ってる人いる。なんか分かるメンバーさんはさ、あ、卒業の時のってなんだ、ゆうこさんの。ね、停電時に使えるし、そう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 、いいよね。雨でぐちゃぐちゃだって。そうそう。通販ですかって、そう。わかんない。ね、これはね、現場で買いました、現場で。ね、いいでしょ？よきよきよき。瀬戸越向きの春公演券。あ、雪林だるまのね。待って、雪林だるまのやつあるよ。あ、雪林だるまのやつじゃなかった、これ。ただの雪林さんの、あれだわ、福袋の2014年、雪林さんの。で、このタオルめっちゃ分厚いですけど、な、あ、これ雪林だるま。これかな。あ、ハッピーニューイヤー。そう、あるある、そういや。そういやっていうかね、これ2014年だって。3年前か、意外と最近だ。いったね、雪林だるま。いいな、だってめっちゃ分厚くていい感じ。いい感じ。声低い？そう、低いかな、ごめんなさい。三つ編みで全然太鼓。デンデンデン、痛い痛い。そう。え、これガチ出ると思う？そうなの？うん、そう、ガチのファンやな。そう、めっちゃ分厚いよこれね。なんかそんなにこれは使わずに置いてるかな。前髪揃ってる。そう、揃ってる。うんうん、そうだね、握手会に持っていこうがね。ね、いいね。ペンライト未使用だって、すごいね。めっちゃこれ生地がいい、気持ちいいよ、いい感じ。今日どうした？え、どうした？普通普通。私のスティギリーさんのタオルだからあげません。あ、元ファンが多い。なるほどね。ね、ユキリーさん髪切っても可愛い。今日眉毛の調子がいい。ありがとうございます。眉毛下手くそだから、いつもあの肌の色と眉毛の形はいつもショールームで聞いてる。今日のどうって。そう、たまにめっちゃ白い時とか、めっちゃ黒い時とか、めっちゃ眉毛変な時とかあるから、そうそう、教えてもらいたい。うん、いいことあった？うん、別に。あ、でもあの香川に帰れて、香川のに触れられたから嬉しかったのかもね。なんかね、香川いいよね。私も多分、なんか一生香川に住むかもしんないね。って思った。いいとこだ、香川は。そう。ふふん。NHK ホール見に行ったよ。おー、ありがとうございます。初見だよ。初見？やったー。1000枚のやつあるぞ、だって。ありがとう、支えるぞ。支えるのはありがとう、支えられたい。え、実家から戻ってくるとき泣いた？泣いた。めっちゃ泣くよ。てか、実家に帰った瞬間、猫が3匹群がって、こう猫がわちゃわーって群がってるの見て、あー、猫がいる、なんで？なんで猫がいるの？って泣いてました、嬉しくて。嬉しくて。そう、充電、そうそう、香川行くと充電されんのよ、多分。好きすぎて、好きすぎてって。そう。そう、香川いいとこ一度は置いて、一度は置いてだよ、ほんと。そう、そう、なんで猫いるのって、って買ったからいるんだけど、そうだよ、って泣いてた。あね、今日88ショップ寄ったよ。うどんのくんどうだらしくなって、そうなの、欲しい。今日は前香川帰ると毎回四国のものを扱ってるショップに行くんですけど、今日も新幹線乗る前に寄って、そうそう、一周してマーキングしてね、マーキングなんだろう、マーケティング違う、なんか違うぞ、なんだろう、見回りして帰ってきました。縄張り、わかんない。亀の水変えたよ。そう、猫嬉しい。クッキー買ってない、ガランの小石でしょ。パパにこれね、めっちゃ好きで、この前買ったんだけど、買って忘れていったったら、買ってやろうかって言われたけど、なんかまた忘れて帰そうだから、いいや、ありがとうって。そうそうそう、下見ちょ、何言ってるかとか言わない。ハウス、わわわわわ。9月に来ます、オッケーね。ただいま。東京にあるの香川ショップ。
知らんかったです。そう、にゃんたさん、たぬき、すけちゃん、吉田あかりさん推しです。嘘ね、今日も吉田あかりさんの女子力動画見て、見ましたよ。かわいいよね。うん、ある。謎の十時半期初めて来た、ありがとうございます。 STU48 第1期生の福田あかりって言います。福ちゃんですね。ライブ当たるといいな。え、ツアー香川来て。パパのギター盗んだらさすがにまだかわいそう。買ったばっかだから盗むのはもうちょい先。福田あかりさん知ってますか？私の推しなんです。嘘。え、誰誰誰、知らない。福田あかりさんってあの今三つ編みしてる子。え、あ、あのクッションの子。ああ、何の女子力動画が好きですか？え、あの妹さんのコスメを使ってメイクするっていうやつ。そうね、おしゃれおしゃれ。結局盗むんかい。盗まん、引けない。まだツアー申し込んだ。嘘、当たりますようにって祈っときます。ボケかどうかも分かんなくなってきたね。そう、ベアの子 LINE 来るパパから。そう、福田あかりのなんとか力動画、福田あかりのなんだろう、香川力動画、香川力動画。11日握手会行くね。ありがとう、待ってます。福田待ってます。全力待機してます。夏バテ解消中。やったねやったね。早口抜くですよ。だって徳島以外まだやと思う。お、鉄バイブさん、クマありがとうございます。クマクマありがとうね。今日もさたこさんは可愛いよ。症状の裏に命の歌書いてるの。え、どういうこと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 、本当にどういうこと。パパギター侍目指しとるかもしれないね。アットジャムの横あり楽しみね。そうだねね。ててててて、うんうん、好きな食べ物は何、うどん、マカロン、マカロン、なんだろう、いろいろ。出れるかな、私出れるかな。まずそっからだわ、てか。そっからですね。福田の話楽しい、ありがとうございます。チーム仮面みたいな作ったら書いてくれる人いるかな、チーム仮面。アポロ最近食べてないね。1ヶ月ぐらい食べてないかも。好きなのに。アポロ大好きだけどね。最近あれしてないなって今日私も思ったのよ。軟骨大好き。そう、あのね、あるあるしたいなって思ってる。だからそうそう、やりたいやりたい、あるある配信61回だ次は。ねえ、嘘、生田さんと同じ。そう、東映だわ。足しびれた、大丈夫？何コスする予定？コスプレ明日買おうかな。明日石田みなみちゃんとね、ちょっとね、そう、洋服買いに行くのよ。だからその時に奇抜な服買おうかな。2000円ぐらいであったらいいけど。うどん味のマカロンはないけど食べてみたい。あるあるまだやるよ。ネタがなくはない。次何あるあるにしようかね。期待期待しといてください。楽しいのにしとく。継続は力なり、イエーイ。ピンクのセーラーできて。あれあれ結構短いから怒られるかもしんない。あのさすがに握手会とかでやると。そう、みーちゃんと会うよ明日も。顔文字総選挙はちょっと人段落したらやる、またね。なんでそんなに可愛いの。可愛くないよ全然。普通普通。そうそうそう、セール品買わんといけん。ウイウイシーだって前のスクショ見ると。そう、痩せたからかな、イエーイ。見えない。いや、じゃなんかね、後ろから私結構もうこうやってうわーって乗り出してさ、握手の時、そうなのとかやるじゃん、やるやるじゃん、なんかやるんですよ。そしたらこうほぼ体が横になってるから、後ろから見たらなんか丸見えらしいんですよね。だからそれで怒られる。怒られたら注意される。そう、可愛い子多いよね STU。 わかる。辛いの顔もね、その影響。初握手楽しみにしてます。そう、安田に異常に反応する、嬉しい。そう、新潟からありがとうございます。そう、そういうことそういうこと。そう、いやー、後ろはいいやんと思うけどダメみたいね。猫かぶってるやって、本当ね。あ、猫に見えた、にゃー。福田の家のにゃんたさん、うんうんうん、スナイデルとかダズリン買いたいけどそんなお金がない。そう、そうね、危ないとかでも気にする、ゆい気にしてる暇がないのよ。あの何、楽しくて気持ちが先にいっちゃうから。
そう、にゃー、テレビと違ってみんな可愛かった STU テレビと違ってって、そう、まあでも実物が可愛いのが一番ですからね。ありがとうございますね、みんな可愛いよそっちの猫だって、会いに行かないかも、会いに来てほしいけど、なんかある、お仕事、お仕事だったらお会いするよだったかねテスト終わってからも忙しく、あーテストね、なるほどね、頑張ってって頑張って、テレビも可愛いよ、そうかな、わかんないな、自分の顔がわからない、自分の顔どんな顔なんだろうね、顔わかんないけどね、もうね、ちょっと可愛くなれたらいいなと思います。はい、今日喋るの早いね前の感じ、名古屋行きたいです、名古屋、名古屋、名古屋、福田が一番怖い、本当？ありがとうやめるやめる、早まるな早まるな早まるな、早まらないでくださいふぐにゃんたーふぐにゃんたーイエーイテレビは少し大きく映るのに、どういうこと、顔がってこと、身長がどうだろう、わかんない、にゃんたにバイバイしたの寂しいね、なんでなんでにゃんたとバイバイしなきゃいけないの、にゃんたがいないなんて私耐えられない、猫、黒猫すぐ撮れそう、あーちょっと届かない、カメは撮れたけどね、何千もあるから見せるよ、だって元気な話です、こうやってイエーイ、ありがとうございます、福田です、命の歌見だよ、そう命の歌ありがとうございます、見てくださってそう命の歌全国放送は8月18日金曜日の深夜0時10分あ午前0時10分、まあね、17日木曜日の夜中です、だから木曜日の配信で言うね、深夜さん、深夜さん、くまありがとうございますベアね、香川が恋しいのよ、香川が、もう香川に帰りたいなって思うけど、はいシャリシャリさん、シャリシャリさん、クマありがとうございます、レアです、ありがとう、夏バテに効く、よかったあかりちゃんとカホタ歌大丈夫か、ドキドキした、心配されるよね、そこはみんな言うわ押し増しで福ちゃん行こうかな、青鬼くん、青鬼くんがいっていう名前なの、嘘、待って、青鬼くん、あーいた、やっぱりこの4次元ベッドの中にいたわ、見て青鬼くんだよ、親切な亀っていいかな、クマ、クマじゃない、青鬼くんだよ、名古屋で待ってるよだって、ありがとうございます、ベア Thank you、 うんうん、かき揚げそば食べた、4次元ベッド、そうそう、だからね、このベッドの下に片付けきれなかったものがバーって入ってるの、実はそうそう、でも今日はそんなに入ってない、そう、甲子園は暑い、いや甲子園は暑いよ、香川を愛し香川に愛された女ね、頑張りたい、うんねえ、お昼アイス食べとん、アイス何が好きなんね、チョコミントですか、やっぱ落ち着く、よかった、福右衛門かな、だってまったね、ありがとう、お仕事頑張って、ベッドの下公開するか、いや今日は大丈夫、うん、全然大丈夫、今めっちゃ私史上一番部屋綺麗です今日テンション高いね、ニャピーニャピー、ジャスティスジャスティス、板チョコモナカ、あー好きなんだね、うんうんうん、チョコミント、うん、へー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 ボタン懐かしいんだけど、ローソン、なんでチョコミント、奈々さんがチョコミント好きだから、最近推しのスイーツはローソンの白いもっちたい焼き、カスタード入ってるやつ130円ぐらいのやつ、あら美味しいパピコ半分こしようってやつね、多分半分こしよう、うん、旅に出てきます、いってらっしゃい、旅にチョコミント、ミント抜きで、ただのチョコアイスやないかいチョコジャンボもにゃかにゃか、ほくろある、ここに、うん、香川は全国大会に出場した思い出の地なんです、そうなんだ、へえ、香川ね、いいとこだよね、
香川、香川全国大会、何の全国大会なの？バイトしようかと思う。いいじゃんバイト。福田から旅立ちませんか。うまいこと言ったね。ふう。覗いてみたらテンション高くてびっくりした。そう、わかんない、自分がテンション高いか低いか。でも今日は高いって言われます。なぜだなぜだ。あー、広島観光宮島行くよ。嘘、いいね。トルビアの泉懐かしい、見てた見てたね。あ、そうなん。マチャリンさんと喋った、喋るマチャリンさん可愛い、普通に喋りますよ。そう、ショールーム選抜は仲良くしてくださってからね、喋るようになった。やっそー監督って見ました、 AKB ショーで。可愛かったです。ね、四国どうやって行くのか分かんない。新幹線で岡山まで行って、岡山からマリンライナーかな、香川だったら。お白黒猫、汁なし担々麺、食べに行こう。ほのたんに連れてってもらおう。2階もない、おったまぎ。あ、バスもある、まあね、バスもある。小豆島行った、今年は行ってないけど、まあまあ、あの川は住んでる時は年に何回か行ってましたね。あの学校の友達とか結構小豆島から通ってる子もいたので、普通に行って、試合の練習試合とかでも行ったりして、何回も行ってて、普通に観光でも行ったりして。小豆島好きなんですよ。ここはロドスターさ、ここで飛べ、ワンワン。ね、徳島、フェリーで愛媛、あ、愛媛はフェリーで行く人が多いですね、確かに。あ、直島いいじゃん。みーちゃん、みーちゃん、石田みなみちゃん。大好きだ君が、この前 東京アイドルフェスっていうので出させていただいたんですけど、大河ダイヤモンド歌ったよ。大好きだ君が大好きだ、僕は全力で走る。お、神田デールさん、クマありがとうございます。レアバレーボール、そう、好きすぎて好きすぎて好きすぎて。高松に来てます。なんで高松にいるの、教えて教えて。見たかったな、ヨウカメのセミを見て行きたくなった。あ、そうなんだ、ヨウカメのセミね。ショールームで認知もあなきゃ、もう覚えてる覚えてる。ブエアレー、うん、握手会の日、高松祭りです。あ、高松祭りの準備しよったね。ねえ、高松祭りな、なんだよ、お盆だなって感じがしますけど。お盆だなってか、まあお盆だからそうなんだけど。醤油ソフトね、奈々さん、小豆島どうでしたかって聞こうか。じゃあまた、ミックスフライ定食いただきます。いいな、そうやって見せつけて。うんうん、青踊り世界服踊るよ。やっとさ、やっとやっと、踊るアホに見るアホ、同じアホにゃら、アホなら踊らんや、そんそん、やっとさ、やっとやっとって、私はね出てましたから。さくらんぼとパンダどっちが多いかな。さくらんぼかな、わかんない。あ、小豆島に大阪城のあるね、採石場。なんか結構香川の石は指がプロってる、そう、こんな感じ。何年かは内緒です。ね、香川以外だったね。まあね、まあまあ、私が決めること、私がどうにかできることじゃないので、まあ、何も言えないですけど。お盆は実家帰る。お盆はね、ファンの皆さんとね一緒に過ごすから。ね、有名有名。阿波踊りは練習するんですよ。知らない、知らない、それは阿波踊りに出るメンバーにお聞きくださいませ、ごめんなさいね。高松に一泊、あ、そうなんだね、フェリーね。高松楽しんでください。元気出る、よかった、嬉しい。ね、味石高いよね。徳島行くの、いいじゃん。お祭りの出店、綿飴、綿飴が好き、綿飴大好き。
イエイ、最善、大変だったでしょ。サヌカイとあれか、音鳴るやつだ。なんも言えねえ。ニュミリンに一言、ニュミリンに一言。うん、そうだな、もう2日もユミリンになってなかったらね、ユミリンロスが激しいので明日明後日会えるの楽しみにしてますって言っといてね。徳島ラーメン美味しいよね。大好き、私も大好き。徳島ラーメンは好きな、お、徳島ラーメンかぶり、徳島ラーメン好きよ。わたあめダメだよ、わたあめ。あとわたあめってあのなんかプリキュアとかさ、アンパンマンとかの袋に入れてくれるじゃん。そう、ああいうのも選ぶのも楽しいよね。うんうんうん。ネギラーメン好き、いいじゃん、美味しいじゃんね、美味しいよね。うざうざうざ、難しそう、うざのダンスね。カンドテルさん、クマありがとうございます。クマありがとう。ニムリンのコーラなる、かわいいよね。祭りの醍醐味の一つだもんだよね。おいしい、おいしい。牛丼好き、牛丼夏の風物詩だって。あ、プライベートサマー聞きました。いい曲ですよね。私も早くあの MV 見たいです。福ちゃんの推し面はいまだにおちょちゃん。福田の ST の推し面、そうだね、おちょちゃんだね。うーん、福若ちゃんしか、ありがとう。ゆいもと仲いいよ。そう、ゆいも、よいしょ。もう10時55分なの、 OK、 ありがとう。もうキリがいい感じの時に終わります。りんご飴美味しいよね、舐めたことあるよ。牛丼どこの店が好き、どこでもいいかな別に。プライベートさんも予約しとく、ありがとうございます。会いたいにゃー、私も会いたいにゃー。おとちゃんはフルーツ食えるかね。私がフルーツで釣られたみたいな言い方知ってますか。いや知っとるね。ね、延長してね。まあ多分時間ちょっと伸びるかはね、分かんないけど、ユミリと話す、めっちゃ話すよ、一番話すよ多分。わかんないけど、歯が欠ける、わ、気をつけて気をつけてね。え、リンゴ飴おいしい、いちご飴とかあるじゃん最近、ああいうのどうなの。リンゴ飴しか食べたことないけど、いちご飴って食べてみたいな。って歌いたい、どっかで。ほっぺ光ってる、今日ツヤ肌って言われる、なんでだろう、あんまりいつもと変わんないのに。そう、釣られるの、ハートありがとう。ね、ユイもあさって握手会の日、誕生日だね。クアカちゃんです。配信切った後のセカフクが配信して、そう、再現して切った後、こう切った後に、うん、いいよいいよ、聞く聞く。いちご大福好き、あのこう切ってパーってコメントログ見て、だん、あのステージと壇上を見て、この人今日も来てくれてたなって見て、そう買ってみて、お風呂入って寝る。そう、あるあるもそろそろね準備しようと思ってます。楽しい、ありがとうございます。ずんちゃんさんも誕生日、あ、そうなの、君は子供ちゃうのかな。私は18だからまだ子供、大人は20歳からでしょ、だから子供です。ずん、あ、福田だって、ずんちゃんさん来た。ねね、ずんちゃん、ずんちゃんはあれですか、11日誕生日、握手会の日ね、ことなです。や、 AKB48 16研究生の山根鈴葉さんがいらっしゃいました、ありがとうございます。ずっちゃんさん。ずっちゃんさん。福田って呼ばれるの。そう、じゃあ握手会の日は、じゃあ祝いに行かせていただこう。ねえ、プライベートサマー公開されたって、エイトさんで。ねえ、歌いたいですね、ずんちゃんさん。ずんちゃんと隣で踊ったよね。ですよね。だから、嬉しい気持ちでいっぱい。ずんちゃんさん。純ちゃんとの
思い出の曲です。くーくでで、オッケー、撮影楽しかったね。だって今ね、ずんちゃんって呼んでいいよって言われたものの、ずんちゃんさんって呼ぶかずんちゃんって呼ぶか血迷ってる様子がまじまじと、まじまじん、どんどんこうあらわになってる。福田福田のバカだって。そう、ずんちゃんさん優しい、いい人、いい人だって、いい人だよ。次にもショールームイベントあったら狙うの？頑張りたいな。福田ショールーム好きだから。初見です、ありがとうございます、ありがとうございます。なんでみんなが勝手にニックネームつけるの？ずんちゃんさんだよね、かわいいよね、かわいい。うーん、カウントありがとうございます。え、ずんちゃんさんと同い年じゃないよ。そう、同い年じゃないの。ふう。ね。え、時間だよ。時間？で、11時？今11時？膝小僧かわいい。膝小僧、あ、これ？小僧。かわいい小僧。ねえ、こんばん、ふくふくです、お疲れ様です。11時、オッケー。じゃあそろそろ壇上、あ、待って、なんだっけ、キャッチフレーズしていいですか？私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。コメントとか、まあ、叫んでもいいし、心の中で唱えてもいいし、コメントする場合はひらがなでも瀬戸内、じゃあひらがなでも漢字でもカタカナでもローマ字でも何でもいいです。何語でもグローバルに行きましょう。はい、私が福田行きます。鬼は外、福田は瀬戸内ありがとうございます。サンドの飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりです。福田あかりって言います、よろしくお願いします。お、結構言うと漢字の人とひらがなの人とローマ字の人とね、いますね。ありがとうございます。いい感じ。なんかいる？僕私はなんかなんだろう、瀬戸内を何なんかロシア語でやってみました、ギリシャ語でやってみましたみたいな人いたらもう教えてください。あ、素敵って思いますから、わかんないけど好きになったよ、ありがとうございますね。うどんって漢字で書くと難しいね。瀬戸内レモンね、コンビニで買っちゃうよ、もちろんローソンで遅れたぜ。だって固有名詞やろか、確かに固有名詞、確かにね、うどん難しいリクエスト言われて、あの嘘書いてもバレないから、このこういう時の場合この適当にわーって書いてねえねえねえ、あのロシア語だよとか言っても、あ、そうなんだっていうねえ、そう、お庭外、お庭外福は内風にやってますんで、よろしくお願いします。関東でも売ってるよ、瀬戸内でも美味しいよねお疲れさん、また来るね、また来て。あ、そう、壇上読むって言って読んでないわ、壇上読もう。お疲れ様とか言われちゃって、じゃあ福田がちょっと近づきますが、お許しを。すごい、なんかいろんな語が、えい、1位深夜さん、おめでとうございます、パチ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 。2位カノデルさん、おめでとうございます、パチ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 。3位シャリシャリさん、おめでとうございます、パチ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 。4位アブさん、ありがとうございます、パチ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 。5位カマカケさん、ありがとうございます、パチ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 。6位
順太郎順本さん、ありがとうございます。おおお、ありがとうございます。7位月指たぬきさん、ありがとうございます。8位たかさん、ありがとうございます。9位ガチのつりしさん、ありがとうございます。パチ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 。10位タラリンさん、パチ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 、ありがとうございます。11位シャラシキさん、ありがとうございます。パチ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 。12位ふくちゃんさん、ありがとうございます。パチ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 。13位がふくちゃんラブさん、ありがとうございます。パチ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 。オッケーイ、オッケーかなね。ほっぺたパチパチ。あ、確かに今日こんなことしてた。なんだろう、わからない。なんだっけ、ちょっとじゃあ、あ、ええ、でかいでかい、なんでなんで。福田がサンドの飯より福田が好き、ご飯食べようちゃんと。さあ、福田が好きって言ってくれてありがとう。じゃあどれにしようかな。下から2番目にしよう。おお、変わった。壇上に来た人がいる。涼河さん、ガチの釣りさん、地球日たぬきさんかな、秋広さん、タカさん。おお、おお、ほくろしたい。ここ何しようとした。なんかもうめっちゃ伸びてるぞ。待って、コメント欄がなくなった。あ、あったあったあった。よく、あ、フォローよろしくお願いします。今日はありがとうございました。福田、数ある配信の中から福田あかりの配信に来てくださってありがとうございました。いつもスルーされちゃう。なんでなんでなんで、そんなことある？ごめんなさい。よ、じゃあ壇上、もとっちさん、おお、カリーさん、フェザースターさん、あおいさん、ミルクさん、ゆうきさん、ににぎさん、石井ちゃんさん、眠すぎさん、マーくんさん、ヤンシゲヤキさん、デザートさん、サクッチさん、ありがとうございます。えいランダム壇上、下から2段目ぐらい読んでみました。だいたい、はい、ありがとうございました頑張れだって。ごめんね、後半ちょっとグダグダになってしまって。はい、じゃあ今日は喋り倒しましたが、またいろんな企画もしつつ、喋り倒しつつやっていこうと思います。はい、それでは、それではそれではおやすみみんじゃみん、お疲れんこん、バイバーイ、ありがとうございます。命の歌は8月18日金曜日の午前0時10分、17日木曜日の夜中ですね、 NHK さんで全国放送です。よろしくお願いします。今日見てくださった方はありがとうございました。お仕事、学校の人、明日頑張ってください。福田あかり復活だね。まあね、まあ復活だね、うん、わかんないけど復活だ。はい、お疲れ様です。じゃあ明日も頑張りましょう。明日もよかったら配信見てください。よろしくお願いします。はい、いっぱい笑ったな。お笑い芸人さんの失敗したしね明日休み、やったね。はい、ありがとうございました。バイバイ。で、シティ48、18歳、福田あかりでした。福ちゃんでした。バイバイ。あなたと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 あなたオリオンじゃなんで最後にこれやったんだろう。バイバイ。明日からお盆休みなの。あ、そうなんだ、そうなんだね。オッケーオッケー、まる、バイバーイ、ありがとう、おやすみ、バイバーイ。